待って、重い重い。みなさんこんにちは、リポーターの星野です。今回も株式会社 AI ソリューションズの木村さんに北北北後期を紹介していただきます。木村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の機械はですね、はい、山崎マザック3製のインテグレックス i500S という機械になります。かっこいい。大きい、四角いです。大きいですね。で、今回の機械は前回と違ってですね、あの旋盤ベースの小軸加工機、複合機になっています。じゃあ早速扉開けてみましょうか。いいんですか。お願いします。いきます。待って、重い重い。開いた。めちゃくちゃ重いですけど、よいしょ。この機械はですね、ここが高速に回ってこう線索加工をするのと、このヘッドがですね、また傾斜して同時五軸の加工ができるようになっています。へえ。なんと新刊ですね、こちらを見ていただくと、この幅が2500あります。なかなかこのサイズの機械っていうのは目にかかることができます。なんと8メーターの新刊の機械を設立予定です。8メーターですか。世界最大だそうです。すごいですね。今日は木村さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。こちらの機械と導入予定の機械で世界一大きい加工ができるようになります。ぜひ南城製作所にお任せください。ご視聴ありがとうございました。